はい、こんにちは、タクシです。今回は動画を見ながらできる卓球トレーニングをやりたいと思います。今回のトレーニング動画は、普段皆さんが練習したいと思ってもなかなか練習できない、その卓球場が使えないとか対戦相手がいないとかっていう、そういう人たち向けに今回こういうトレーニング動画を作ってみました。このトレーニングはですね、今皆さんが画面越しに見てるスマートフォン1台あれば誰でもできます。もしかしたらこれ世界初のトレーニング方法じゃないかなって思って、ちょっと私が提唱させていただきます。で、どういう方法でトレーニングをやっていくかっていうのを説明させていただくと、今カメラのアングルがこれど真ん中に置いてあるんですけども、多分卓球されてる皆さん大半右利きだと思うんで、これから右利きの目線にカメラアングルを置きたいと思います。そうすると対戦相手が私という風に見えるはずなんですよね。そこで、これから僕が球を左右に打ち明けます。この右利きというバック側に打ったりとか、あるいはフォア側に打ったりとかで、これはあらかじめこう予告してそのコースに打つんじゃなくて、もうどっちに打つか分かんないんですよ。だから皆さん、そのスマートフォンのこの動画を見ながら、バックに来た球はラケットを持っても持たなくてもいいので、バックで素振りを、でフォア側に来た球はフォア側で素振りをするようにしてみてください。で、もし、電車の中とかその素振りができないような環境だったら、頭の中でイメージトレーニングするようにしてみてください。これでも十分効果があります。で、今回はレベルを3段階用意しました。各レベル、ステージが合計3つあるから合計、9つですかね。最初はゆっくりのペースで左右に打ち明けていくんですけども、レベルが上がるにつれて、球のスピードがどんどん速くなっていくので、こう難易度が高くなっていくと思います。で、ここでルールとして、もし間違ってしまった場合、例えばバック側に球が来たのにフォアで振ってしまったりとか、あるいはフォアに球が来たのにバックで振ってしまった場合、その時はそのステージの最初から巻き戻ししてやり直してください。で、ポイントとしては、僕のラケットの面と球の軌道ですね、そこをしっかり見ていただくのがポイントです。で、余裕があれば体全体を見たり目線を見たり、あるいはその雰囲気でどっちに打つかっていうのを感じ取って、どっちにボールが飛んでくるかっていうのを予測しながらやると、よりトレーニング効果が上がります。ちょっと難易度が低すぎるなって思った方、あるいは高すぎるなって思った方は、左下側に設定があるので動画の速度調整をしてみてください。はい、という感じで早速やっていきたいと思います。皆さんぜひ一発クリア目指してみてください。はい、ってことで右利き側の視点の位置にカメラを置きました。左利きでも十分可能のトレーニングとしてはできると思うんで、動画を巻き戻さずにそのまま見ていただければと思います。はい、ってことでレベル1のステージ1やっていきます。皆さんカメラの前でしっかり構えてくださいね。用意スタート。はい、ステージクリアです。おめでとうございます。ほら、そこでミスしたあなた、ちゃんと巻き戻しましたよね。そこはちょっと僕、皆さん信じてるんで次に行きたいと思います。はい、じゃあレベル1のステージ2いきます。用意スタート。はい、ステージ2クリア。皆さん結構うまいっすね。でも、まだレベル1なんでね、こっからどんどん難易度が上がっていくんですよ。はい、じゃあレベル1のステージ3スタート。用意スタート。はい、じゃあレベル1のステージ3やっていきましょう。
さんクリア。もしかしても最初からこれ倍速設定してるんじゃないですか。ということでレベルアップします。レベル2です。スピードも上がってるんで皆さんついてきてくださいね。レベル2ステージ1スタート。用意スタート。ステージ1クリア。あれまだもしかして余裕ですか。スローに見えるぜ。おお、まあ、これからどんどん球数上がっていくんでね。レベル2のステージ2いきます。用意スタート。用意スタート。はい、ステージ2クリア。皆さん最後騙されなかったっすよね。騙された方は最初に戻ってやり直してください。レベル2のステージ3いきます。用意スタート。ステージ3クリア。いよいよレベル3です。マリオでいうとクッパ城。レベル3のステージ1やっていきます。まあ多分この辺からねちょっとみんなどんどんやり直しが増えてくると思うんで、ぜひ頑張ってみてください。用意スタート。はい、ステージ1クリア。難易度上がってません。それとも余裕ですか。フェイントとかももしかしたら入っちゃうかもしれないんで、騙されないようにしてください。レベル3のステージ2いきます。今回あえてフォア側からいきます。用意スタート。はい、ステージ2クリア。おめでとうございます。ついに魔王がやってまいりました。ファイナルステージ。ファイナルステージ。ガオー、魔王です。魔王を倒したければ素振りをしろ。じゃあファイナルステージいきます。用意スタート。はい、ファイナルステージクリアです。おめでとうございます。動画の前半で言ったんですけども、ちょっと難易度物足りないなって思った人は倍速も試してみてください。まあ、そこでこう、まあ、0.75 倍速とか、あるいは 1.25 倍速とかっていう風な設定ができるんで、まあ、そこで難易度調節もできる形となっております。まあとりあえず大魔王は皆さんがやっつけたということで、めでたしめでたし。はい、おまけステージ。さっきまでは、まあ、カメラの前で皆さんに素振りをしてもらったんですけども、今度は僕が速い球、まあ、つまりドライブを打つんで、皆さんはもうただ反応する練習、しっかり球が来た方向に手を出す。バック側に来たらしっかりバックで構えて、フォア側で来たらフォア側で構えてブロックする練習ですね。で、もし余裕で間に合うぐらいの反応速度だったら、まあ、ちょっと前に振ってカウンターしてみてもいいかもしれないです。おまけステージやっていきます。用意スタート。
これしっかりこう画面越しで素振りやってると結構いい反応練習になりません？ですよね、なりますよね。なんかこういう動画があったら多分絶対練習になるだろうなって、こう普段の自分の目線で、まあ、卓球ができない状況でバックで振る、フォアで振るっていうのを判断するのって多分すごいいい練習になるのかなと思って、うん、世界初の試みでございます。はい、という感じで、まあ、こういう風に工夫をすれば画面越しでもトレーニングってすることができるんですよね。まあ、なんでいいトレーニングを見つけたら今後私のチャンネルでもどんどんアップしていきたいと思います。ということで、まあ、今回の動画、反応力を鍛える練習としてはすごくいいものと思いますんで、皆さんもしよければコメントとグッドボタン、またチャンネル登録の方もよろしくお願いします。ありがとうございました。